んにちは、ミランです。僕が日本で、ぜひ取りたい資格2つについてですね、以前の動画でも話をしました。その2つの資格は、1つ目はですね、貿易実務検定、2つ目はですね、TOEIC です。 TOEIC の試験はですね、これから、今年もしくは、来年受けてみようかなと思っています。そのために、TOEIC のですね、独学動画を、自分が勉強した内容などですね、勉強になったことなど、皆さんに共有していければなと思っています。僕が、日本語を勉強するときにですね、一番最初に、日本に来たときはあんまり日本語喋れませんでした。で、最初からですね、日本語学校で勉強して、その後専門学校でも勉強して、で、独学で、勉強して、ようやく日本語検定の1級 N1 を合格することができました。その日本語の1級ですね、 N1 を勉強した時と同じ方法でちょっと TOEIC も勉強してみようかなと思っています。方法としては、一番最初はなるべくこう多くの単語を覚えて、で、そこから文法とかその他勉強していくという流れです。今回はですね、この TOEIC 独学編では、一番最初に TOEIC の単語語彙を勉強していこうと思っています。英単語の中でもですね、だいたい3000語ぐらい、3000個の単語を覚えることができれば、ある程度日常会話で英語を喋れるようになると言われています。そして上級レベルとしては、だいたい1万2000個から1万5000個ぐらいの英単語を覚えることができれば、ある程度ビジネスレベルの英語と同じぐらいのレベルであると言われています。ということでですね、一番最初は、英単語の、語彙の方をですね、まずは、3000個をちょっと勉強しようと思います。語彙を勉強していく上でですね、ただ一つの単語を覚えるのではなくて、できれば、たくさんの単語を、同時に覚えていこうと思いますので、一つの単語に対してその単語の、同義語、シノニムと、対義語、エントニムも一緒にですね、勉強していきたいと思っています。早速今回は、語彙の1から、20までですね、勉強したいと思います。 TOEIC 語彙3000語の中のですね、今回の動画では1から、20まで、勉強していきます。早速、1つ目はですね、 abjure 意味は、退けるもしくは放棄するという意味なんですけれども、これの、シノニム同義語は give up、 renounce、そして対義語は adhere です。そして2つ目は accelerate、 意味は、加速する、早める。これの、同義語は hasten もしくは speed up。 そして、antonym 対義語は delay もしくはスローダウンです。そして、3つ目は acclaim です。意味は称賛です。これの、シノニムは praise もしくは honor。 そして、対義語は criticize もしくは dislike です。4つ目、 accommodate、 意味は収容
synonym は adopt もしくは pit antonym は block もしくは prevent です。5つ目 accumulate 意味は蓄積する、これのシノニムは accure もしくは collect antonym は decrease もしくは diminish です。6つ目は Buffle 意味は当枠もしくは挫折です。これの、シノニムは Confuse Fluster そして、対義語は Clarify もしくは、Resolve です。そして、7つ目は Balance 意味は均衡もしくは残高という意味もします。これのシノニムは Equilibrium もしくは Steadiness そして Antonym、対義語は Imbalance もしくは Volatility です。そして、次八つ目はバーゲンです。意味はバーゲンもしくは買い取りという意味です。これのシノニム、同義語はディールもしくはアレンジメントです。これのアントニムはオーバープライスもしくはリップオフです。9つ目Belabor 意味は攻撃です。これの同義語、シノニムは attack もしくは excoriate です。これの antonym は abbreviate もしくは dismiss です。次10個目は belittle です。意味は見くびるです。これの、シノニムは decry、disparage。そして、アントニムは comment、overrate です。そして11個目は cable です。これの意味は陰謀談でシノニムは conspiracy もしくは gang です。そして antonym 対義語は openness もしくは integrity です。12個目は cacophony です。意味は不協和音です。これの同義語は discord もしくは noise antonym 対義語は euphony harmony です。次13個目は cadence です。意味はリズムです。これのシノニムは beat もしくは rhythm で antonym はディソナンスもしくはイレギュラリティです。次、14個目はキャンディッドです。意味は、率直なです、シノニムはフランクもしくは、シンシールで、アントニムはコーティアスもしくはディスクリートです。次、15個目、capitulate です。意味は、降伏するです。
これのシノニムは surrender もしくは concede で、アントニムは defy もしくは fight です。次16個目は dampen です。これの意味は弱めるという意味で、これのシノニムは allay もしくは dull。 アントニムは strengthen もしくは enhance です。次、17個目は don't です。これの意味は威圧する。これのシノニムは dismay もしくは intimidate で、アントニム対義語は inspire もしくは motivate です。次、18個目は ebullient です。意味は湧き立つ。これの同義語、シノニムは exuberant もしくは enthusiastic です。そして、対義語は subdued もしくは somber です。19個目、facetious。これの意味はふざけたという意味です。そして、シノニムは amusing もしくは humorous です。これの、アントニムは earnest です。次、20個目は garble です。意味は歪めるという意味です。これのシノニム、同義語は distort もしくは misrepresent です。そしてこれの、アントニム、対義語は decipher です。ということでですね、今回は TOEIC 5位の1から20まで20個の単語とそれのシノニム、同義語、そしてアントニム、対義語について勉強しました。今後の動画でですね、また20から次ですね15個もしくは30個ぐらいの単語、語彙を勉強したいと思います。